はい、こんにちは、橋本忍です。今日はですね、陶芸用のろくろで使う時の椅子、ろくろ用の椅子を作ろうと思います。で、椅子を作ろうと言っても一から椅子をね作るわけじゃなくて、よくあるオフィス用のチェアありますね、これです。オフィス用のチェアで、これ後ろにねこう背もたれあります。でもね、背もたれはもう取っちゃいました。背もたれはね簡単に取れるんで、背もたれを外して、このまんまでもいいんですけど、座面がね布なので、これだと泥ついてね拭き取れなくてね汚くなっちゃいますので、ここにレザーを貼ります。そして、まあ僕はねこのタイヤついてるの好きなんですけど、まあちょっと一般的にはねタイヤついてると踏ん張りが効かないので、足も踏ん張れるようにタイヤじゃない足をつけます。そんな感じかな予定は。あとちょっとねこれねもらってきたオフィスチェアね、古いやつなんだけど、もう座面がへたっちゃってるんで、ここもクッションをね入れ直しましょう。あ、でね、椅子、ろくろ引くときの椅子なんですけど、やっぱね、ポジションすごく大事です。ろくろの高さと、自分のね、椅子の高さ、足の位置っていうのはすごく大事になってくるので、なるべくね、自分の体に合ったいい、自分のやりやすいポジションとかなんかあると思うんで、そのポジションに合った椅子を使うようにした方がいいと思います。で、こういうオフィスチェアだとね、こう、高さ変えれるんでね、あ、戻んない。高さ変えれるんで、これなんかね、すごくいいと思います。でね、座面も広くてね、お尻が痛くならないので、いいと思います。よし、じゃあこれで作っていきましょう。まずバラバラにしちゃおう。座面を、これが六角レンチか。まずは、全部ね、外せるもの外しちゃいます。よし。そして、どうなってんだ？なるほど。ここにね、モールみたいなのがついてて、これはまたちょっとややこしいな。とにかく外そう。30分で終わらせようと思ったけど、これ終わんないかもしれないな。1時間かかっちゃうかな。外れました。そしたら次はどうなってんだ。次はさらにこの内側のねタッカーで止まってるところも外していきます。まだ止まってるね。どんだけ止めてるんだこれ。じゃあこれも剥がしますか。やったー、取れた、取れました。すごいすごい達成感。もういいかなって気になっちゃった。いや、すごいいっぱい取った。よし。じゃーん。はい。これがね、布。これはもう捨てちゃいます。そして、このスポンジがね、相当へたってますね。あ、ダブルになってんだ。こんな感じで、どうしようかな。これを引きます。ちょっとね、感触のいい高反発っていうのかな、高反発のスポンジ、ちょっと座ってみよう。あ、なんとも言えないいい感じだ。よし、じゃあこれを貼ってみます。これで型を取ればいいのか。チョークとかでなぞればやりやすいのかな。
で、宇宙船が書けました。じゃあこの通りに切り抜いてみましょう。もう握力がハサミで切るのも辛くなってきちゃったな。はい、来ました。ここまでで45分もかかってる。あれ、なんかでかい。大丈夫これ。大丈夫じゃないか。よし、こんな感じでひまわり大きい状態まで来ました。よし、そしたらここからさっきね、剥がしたこの布ですね、座面の布、これの代わりにレザーを貼ります。これをここに貼ると。そしたらね、濡れても汚れても泥ついてもね、雑巾できれいに洗い流せると、拭き取れるということですね。で、このレザーをね、ホームセンターなんか行くと売ってます。よし、そしたらこれ貼ってるのは、ね、このタッカーですね、ホチキスの大きいやつ、これで貼っていきます。よし、まずね、まっすぐな面から貼っていこうと思います。とにかくね、テンションかけてしっかり引っ張っていって貼っていきます。ぐーっと引っ張って打つ、貼って、ちょっと反対側から次はもうしっかり引っ張って、よいしょ。再度いい感じ。もう斜めのところね、ここがちょっと難しいので、ここは縦に貼って、縦に打っていきます。それは対角線上いっか。はい、おー、すごい綺麗。また余計なところを切ってしまいます。よし、ほら、いいんじゃないですか。バッチリです。で、最初これ貼ってたけど、これ別にいらないね。これはいらないけど、問題はこのモールだね。モールを、貼りたいです。これは貼りたいです。打ってきます。よし、できたけどちょっと足りなくなった。スポンジが一回り大きくなっちゃったんで、最後ちょっと足りなくなりましたが、まあいいでしょう。これでね、横もモールがしっかりできました。はい、貼り終わって、あとはじゃあ足をつければいいか、ね、あ、そうだ、
足をつける前にタイヤを交換してみましょう。サイズあるのかな。うわ、太いな。うわ、合わない。こんな時は、自己誘着テープ。まあ別にね、ビニールテープでも何でもいいんだけど、これ巻いてあって、一回り太くしてみましょう。あ、いいね。ぴったり。ガムテープでも、ビニールテープでも何でもいいですよね。ちょっときつくしてやればいいだけだから。問題は、ここのセンターよりも、足がね、高くなってないと、ダメなんだけど、多分大丈夫。スレスレで大丈夫。よし、できましたと。よし。できました。いい感じじゃないですか。ね。いい感じです。で、ちょっとね、高さも調整できます。これだとね、自分の好きなポジションで、ロクロを引くことができて、タイヤもね、なくなって、ちゃんと足も踏ん張られるようになったので、いいと思います。ああ、疲れた。というわけで、今日は、ロクロ用の椅子を作る動画でした。疲れました。じゃあまた次の動画楽しみにしていてください。ありがとうございます。バイバイ。